ホラーゲーム好きの皆さん、こんばんは。今回は夜回り3の続きやっていきたいと思います。今現状水門を突破した状態かな。水門の先に行きたいんだけど、ハンドルを多分見つけなきゃいけないので、水路のね、こっちは、お、なんだこいつ、光当てたらいいのか。あ、消えた。なるほど、なんかいる、息荒いやつが。抜けちゃおう。危ない危ない、なんかいるな、あそこにも。そういう感じか。なんとか分かりました。あ、なんかいるぞ。ワッシャーってなってる。あ、ワッシャーってなってる。ワッシャーワッシャー言ってるわ。はい。こっち、あー、なるほどね。さっきのとこに繋がるわ。あー、ハンドルがある。バルブパーツ。よし。じゃあ、こっちから戻れば一周って感じだね。開けれる。さあ、ハンドルを、この水門の、水門じゃねえわ。水路。ハンドルが外れてる。これだ。で、回す。時計回り、はいはい。あれ？プチューン、プチューンがすごかったけど。ハンドルついてるわ。なるほどな。赤ちゃんのお手手が。さあ、水門が、水路の水が抜けたので、行けるようになると。はい。立ち入り禁止。でも、水浸しってことだもんね。さあ、洞窟みたいなとこですね。何かあるわけじゃない。奥には、ろうそくがすごいな。あ、カカシのあの像がある。あれ、潰しちゃったよ。あ、そうするとあれかな。あ、あ、出た出た。あ、でもカカシのやつでない。なるほど、お供えします。手があるな。とりあえずこいつらをやっといて。あれ？手のやつもなくなったんだ。あ、じゃあカカシのやつの影響というか、風が吹いている。ここから外に出られそう。いや、やめとく一旦。あ、でも鍵がかかってんだこっち。赤ちゃんの声がするけど、じゃあ一旦こっちからね、外に出てみましょう。さあ、次は外に出て、あ、お地蔵様。まあまだいいでしょう。ん、とりあえずお地蔵さん越えて、この先は、お、また息の荒いやつ。いるね。古い形の鍵を拾った。お、すごいすごい。なるほど、とりあえず大丈夫でしたね。
全方位からわしゃわしゃと来てましたけど、まあ一旦セーブしとくか。お地蔵さんに10円をお供えする。うん、はい、お供えしましたと。じゃあ古い鍵は多分中で使うので中に入る。さあ、じゃあこっちの鍵だね。赤ちゃんが泣いているので古い鍵。赤ちゃんの声は大きくなっているね。大きな声だ。元気そうで何より。お、消えたぞ赤ちゃんの声が。あ、なんか押してる。手紙？あ、じゃあ紙？飛行機。これなんか開けられそう？そんなことない。ここも鍵だね。古い鍵ではないんだな。いや、ここも何もない。ダミーが多いですね。あ、ここが一番奥の部屋。はい。ぬめった。ぬめった鍵。あ、赤ちゃんたちか？あー、寄ってくるんだ。なるほどね。よいしょ。鍵を開けましょう。ぬめった鍵。この先はぬめってるのか？あ、なんかあるぞ。あ、違った。あ、これ？10円か。大事大事。あ、お地蔵さん。まあでもなんかしとけみたいな感じだな。はい、セーブ完了。まあお金はあるうちに使った方がいいからね。貯金してもしょうがない。お、甲高い赤ちゃんの声。あ、低くなってってる。ハーモニーいいですね、この恐怖演出がね。あら、なんだ、地震落ちそうだなこれ。あ、これは、あ、なるほど。壊しちゃったなぁ、また。あら、赤ちゃんたちが、下にいっぱいね、いらっしゃいますね。なるほど。はいはい。あ、やばいかも。よし。成仏してくれたまえ。あ、壊れる。あ、戻れなくなっちゃったよってことか。あ、でも下の子たちは、あ、やばい。壊れないんかい。成仏してないね。先行っちゃえばよかったな。いい。あー、なるほどね。この間で生きてくださいよってやつか。ドスン。ああ、追われるパツン。これは、あ、なるほど。面白いですね、ギミック的にね。この2本立て、こっちだこれ。こっちに追われるんだ。あ、でもなんか生きてる。
ちょいと待っての持ってると走れないからね。それがまた面白かったりするね。成仏させてあげよう。あー、なるほど。よしよし、ちょいと待って、はいはい、あ、これか全然見えてなかったわ。視野狭し、行っちゃうよん。これ多分先に、はい、あ、なるほどな。結構ギミックとして多いね。よし、そんな範囲が、あ、ちょっと待って、戻って急に始まるパーツね。これは真ん中か、ここだな。 OK、 おー、超えちゃいましょう。よいしょ。ここは、あ、全然あれか、開かないパーツン。よいしょ、開いた開いた。いや、いいですねこのね演出。はい、また壊れちゃったな。はい、あ、なるほどね、レーザービーム。よし、どんどん行きましょう。んー、なるほど。さらに、お、なんだ、前からドドド。よいしょ、生きてますよまだ。前からドドド、いや、おもろいっすね、ギミックがね。よしよしよし、オッケー。さあ、次のお供えの場所、あ、レーザービーム。隙間を縫って、あー、いるな。よし、ギリギリセーフ。お供えしますと。お、これで赤ちゃんたちは成仏したのかな。はい、あ、向こう岸に渡りたいけど渡れない。なんて優しいかかし。なるほどね、感謝をされてんのかこれは。とりあえず進むことができましたね。まだ思い出の品がないので、どうなんだろう、この先にあるのか。どうなんだ、扉の隙間から風が吹いている。出られそう、出る、出たね。またレーザービーム来そうだけどな。ん？お墓だ。ん？お墓かんか？記念碑なのか？ん？あー、棚田だね。かかしがいたところなのか？いい光景ですね、田舎のね。お、後ろに熊を、後ろ何を見つけるんだろうな。なんだこれ、
これは破れた折りたたみ傘。僕はこの傘で突然の通り雨をしのいだことがある。これは昔僕が持っていたもの。どうして忘れてしまったんだろう。雨の匂いを思い出した。はあ、なるほどね。破れた折りたたみ傘を見返す。はい。どんな思い出なのか。ここどこだろう。街中か。ん？なんか、じゃみってるよ。顔がじゃみってる。ああ、なんかさ、あったね。看板っていうか、に破れた写真のところ。ん？見慣れないものが貼ってある。写真だ。空に何かが。メンタマッチョが。バクバク言ってますけど。近づいてきてるしね。逃げろい。あ、隠れた。なるほどね。もうこの時から隠れたりしてるんだ。てか、あの草むらに何かがあるってことか。はーん。そうだ、思い出した。あのお姉さんは掲示板に何かしてた。でも今の思い出、あの変な写真は一体何だったんだろう。他の思い出も探さないと。一度お家へ帰ろう。セーブする。なるほどな。お姉さんのことをどん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 思い出してはいるんだけど、まあ確信につく思い出しっていうのはまだまだない感じだな。まあ今回はこの辺で終わりにしましょうかね。とりあえず次、竹のなんか映像があるので、思い出ね、前回拾ったこけしかな、それをやっていきましょうか。竹やぶの思い出ね。ちょっとまたじゃあその映像はね、次回見るとして、今回はこの辺で終わりたいと思います。皆さん良き夜をお過ごしください。